基本売られた喧嘩は全部買うからさ、全ては自分発信なんだよ、全ては自分からなんだよ。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。いやいや、僕まだ若いですから。いやいや、年下なんで若い方が普通譲るんだぜそういうのは。だってそんなんでいきなりじゃあ喧嘩ルールでとかボクシングルールとか多分ぶっ殺されるだけじゃないですかなので、まあちょっとその種目はちょっとねこっちにも選ばせてもらえればなって。何でもいいよ、あのね、ですけど、あの基本売られた喧嘩は全部買うからさ。喧嘩じゃないです喧嘩売ってないです勘違いしてるんです、喧嘩売ってないですからそうですね、何かな、平泳ぎとかかな、やっぱりまあ僕にとってさ、いつも思うことなんだけど、与平もそうだけど、出会ってよかったなと思ってもらえれば僕はそれでいいわけ、はい、でもその出会ってよかったなって思ってもらえるためにはもちろんこれからのことが関わってくるのはもちろんなんだけども、これをみんな分かってほしいのは、これガクトだからできたんだよってよく言う人いるんだけど、それ違うぜって、うん、例えば元を正せば GACKT の勝ち方を作るに至ったのは、もちろんその内容は僕の考え方が書いてあるんだけれども、そこに至ったのはまず僕がケールに住もう、クアラルンプールに住もうって行動をとって実際に住んでたっていうこと、はい、そうだよね。そうですね。で、たまたま僕の横に飛行機の機内で座っている傭兵に何の仕事してんのって僕から声をかけて、はい、そうなんだ、じゃあ一緒にご飯でも行こうよ、そうですね、って言ったことが全ての始まりなんだよ、はい、そうですね。そうだよね、うん、だってさ、飛行機の横で座ってる人なんているわけじゃん。もっと言ったら電車の横に座ってる人なんていっぱいいるわけじゃん、はい、街ですれ違う人なんていっぱいいるわけじゃん、はい、だけどみんなは何を思ってるかというと、結局そこに何ら意味がないと思ってる、もしくは意味が作れてないのは行動がないからなんだよってことなんだよ、うん、そうですね。そうだよね。そもそも僕がこうやって傭兵と出会ってね、話をして仕事になって仕事として成立してっていうのは、そもそも僕が傭兵に何の仕事してんの、なんでケール来んのっていうのを僕から話して、しかも、はい、じゃあご飯行こうよ、うちおいでよって言ったことがきっかけになってるわけじゃん、はい、もちろんそれが全て仕事になるかって言われたらそうじゃないかもしれないけど、うん、そもそもそれがなかったら仕事にもならないわけで、そうですね、出会ってないです、ね、そう、仕事ってそうやって作っていくんですよっていうことをみんな分かってほしいってことなんだよ、うんうん、全ては自分発信なんだよ、うん、全ては自分からなんだよ、うんうん、それを受け身で向こうからやってくるものだけが運命みたいなふうに思ってる人は、うんうんうん、ありえない。僕からするとだから幸せになれないんだよって、うん、あなたにとって明日は最高の出会いがありますっていうのがもし、ね、なんかの占いの本に書いてあって、うん、そうか出会いがあるのかって言って家でずっとその出会いを待ってる人、うん、一生出会いないよ。そうですよね。そういう意味ではガクトさんって本当になんかこうそういう出会いとかチャンスとかは待つものではなくて実力で掴むものっていうのをそのまま事例、そう、運っていうのは、うん、やってくるものでもない、うん、運んできてもらうものでもない、うん、自分から掴み取るものだから、うん、チャンスっていうのは自分で掴みに行くもの、うん、
自分で形にするものだってことを認識してもらいたい、分かってもらいたい。だから嗅覚はセンスなんですか、その時の嗅覚っていう。いや違って、嗅覚っていうのは後付けだから、所詮。なるほど。そう、ワインをたくさん飲むようになった、最初からワインの味が分かる人なんていない、だけど飲んでるうちに興味が出た、勉強してみた、そしたらその勉強した知識と自分の経験とか結びついて、後付けで分かるようになってきただけの話であって、最初から分かる人なんていないって。人の良し悪しや、そのこの人は仕事ができる人、どうの人って分かることなんかないから、最初から、そうですね、後付けだから全部、結果後から分かるようになっただけで、手だけ。なるほどなるほど。そしたらそんなもんだから。最初に行動がなくて、何の努力もなくてできる人なんていないから。そうですね。その出会いのところとか、その声をかけるとか、そこのガクトさんの立ち位置からすると、ガクトさんから話しかけるのってみんな不思議に思うと思うんですよね。すごいな。っていう、なんかこう勝手に知り合うじゃないですか。ほっといても人は紹介されるし、人が人を呼んでくるじゃないですか。その出会いとかそういったコミュニケーションを取る相手とかってもう常に5万といるわけじゃないですか。それも間違ってるよ。それも間違ってる。僕がこういう人間で、僕から声をかける、僕から面白い人間が好きなんだよねって発信してるから、人が面白い人間を連れてきてくれるだけ。なるほどなるほど。僕がそういう人間じゃなかったら誰も来ないから。全ては僕発信なんだよ。そっかそっかそっか、うん、確かにそうですね。そこがオープンだから、あ、この人ガクトさんに紹介したら面白いことになるかもとか思う。思ってくれるのは僕がそう発信してるからだよ。そうですね。僕は人と会うの嫌なんだよね。僕は人と喋りたくもないんだよ。僕はもう全然自分の業界、自分の身内以外は話しないんだよっていう人に、っていう僕に、いろんな人が僕に人紹介すると思う？しないよ。そうですね、そうですね。いや、ガクトってめちゃくちゃ面白いぜって、一遍会って話してみてよ、絶対仲良くなれるからって思うからみんな連れてくるんだよ。で僕が話してて、あ、面白いなって、じゃあなんか仕事一緒にやろうよって言ってできるから、僕が、だからみんな来るだけであって、僕が自分でそう発信してるだけ。普段のそういう姿勢があるから、より周りからそれが 2倍3倍になって人が人を呼んできてくれるってことなんですね。そっか、そのスタンスありきの話か。そうですね、それだけ。それこそ2021年本だけじゃなくて、今度お店も一緒になんかやっていただけるというお話が、これもなんかもう社内もすごい盛り上がってて、じゃあどこでやるっていうこともなんかいろいろ打ち合わせ含めて、なんか今恵比寿あたりがいいかなと思ったりして、恵比寿で物件をわーっと調べたりはしてるんですけど。そうだから、恵比寿あたりがいいかなって言ってマルタに来て、もうマルタに出そうよね。そうですね。あの、ちゃんと今日もね、あの朝7時に起きて物件回ってきましたけどね。だからそういうノリがいいんだよ。人生はね、何回も言うけど1回しかないからね。そうですね。あと、あの、僕はこういうタイプの人間だから理由が欲しいんだよね、この国に来る。ああ、わかります。そう。だから僕はいろんな国に家を作るわけ。はい、旅行と、そこに家を、家があるのとの大きな違いは、家があると帰ろうって思う理由になるからなわけで。そうですよね。だから僕はここに来てね、1週間足らずで物件決めてるのはそういう理由。それもなんか半年単位で借りてるんですよ。そう。意味わかんないですよ。それは周りからしたらなんでっていうかもしれないけど、いや、だって家があったら帰ってくるじゃんって、家が理由になるから。そうですよね。家がなかったら旅行になる、ただの。そうですね。
その国に行く理由を作るモチベーションは僕もすごいあるかもしれないです。だからそれ、まあ、それこそマレーシアもね、お店そうですし、マチュピチュにも作っちゃいましたしね。そういうことじゃん、うん、だからそういうことだから、うん、行動なんじゃないのっていう話。じゃあちょっと恵比寿じゃなくてマルタで探しますか。いいじゃん、楽しみです。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.